もうなんか俺もう言い尽くした感じなんですよ。いやもちろんですよ、もちろんですよ。あの僕はねもう YouTube を見てもらえば分かるんですよ。もう言葉は湯水のことも出ますし、ネタもいっぱいありますしね。その昨日今年ですね、あの講演家とは何ぞやって話をしたんですよ。講演家と売れる講演家とは何かったら、一つのネタをずっと喋れる人が講演家なんです。つまり落語と同じですね。歌手と同じです。ちょっと古いかもしれませんけども、渡辺美里さんの、コンサート行きました。はい、マイレボリューションを聞かなかったら俺たちはぶち切れますよね。いいですか。渡辺美里のね、コンサートに行って、ね、さいろんな新曲とかね、いろいろあると思います。マイレボリューションを聞かずに行ったらおそらくみんな暴動が起こりでしょう。でそれぐらいですね、歌手であったりですね、講演家というものはですね、一つのネタをずっと続ければいいという、それはある意味楽かもしれない。でもそれはなかなか忍耐のいることかもしれません。だけどですね、それがまあ理想なんですよ。僕もそれを目指しました。はい、だけどその一つのネタに気づくことはですね、なかなかないんです。もちろん持ちネタたくさん持ってるつもりであるんですけども、このネタだけで俺は50年食っていけるっていうネタをですね、講演家はみんな探してるわけですね。でもなかなかないんです。でもそれは今になってよくわかります。なぜかというとですね、毎回毎回ああでもないこうでもないと言って動画を上げ続けるわけですよ。48時間以内にすごいことが起こるということですね。まあ言い続ければそれはそれで一つのネタになるかもしれませんけども、でもそれではない、もっとバズり動画を作らなきゃいけないんだと、あれだけに頼ってるわけじゃないと、バズり動画を作らなければいいということですね。毎日毎日やっているとですね、まあ、いろんなネタができたわけですね。ですので今日はいろんな、まあ、羽賀さんの話を聞いた上でどういう話をかなといろいろ考えたわけですけども、まあ、そういった意味で、僕は、まあ、いろんなネタを持っているっていうのは、すごく幸いですし、いやもちろんネタというよりはですね、この場でですね降りてくる話をいっぱいしちゃうわけですね。今日今前半も多分10分か20分か30分くらい話したと思うんですけども、この中の僕の、アドリブが大体9割ぐらいですね。俺今日はなんかいろんな話しようかなと思ってきたんですけども、なんか全然ぶっ飛んじゃいましてですね、そのまんまもちろん斉藤ひとりさんの話をしようと全く思ってなかったんですけども、まあ、その話をしました。でも今日は、そのどんどん良くなった話はね、非常にいい話だと思うんです。今日はせっかくですんで、あの斉藤ひとりさんの本を売るための、場ではありません。もちろんファクトフルネスという本を売るための場ではありません。羽賀さんの本だって僕の本を売る場であるわけですね。その中で言うとですね、まずこれ、はい、言葉の話ですね。で、今日はですね、まあ、今年出そうと思ってるんですけども、この本ね、少しちょっと紹介したいなと思ってるところは実はありましてですね、7人の神様ですね。僕はそのさっき羽賀さんが言われたようにですね、 7×3 という数字が非常に大切であるということは、実は分かっていました。なぜかというとですね、もちろん21日ですね、それはいろんなところで聞くわけですよ。21日間弘法大師が、お堂に入ったところですね、まあ、そういった21というのは仏教だったり神道だったりですね、まあ、おそらく他の宗教でも神聖視されている数字だと思うんですけども、それは僕は分かったわけですね。なぜかというと僕は2004年から滝行を始めまして、2004年の8月に滝行を始めました。たまたま僕の知り合いが行ったんですよ。でその時ちょうどスピリチュアルにかぶれつつあったんでですね、いや俺も滝行やってみたい、そんなこと普通の人できるんですかって聞いたらさ、あじゃあ石田君今度おいでよってことで誘われたわけですね。でその時初めて同心で天台修験の同志さ、天台修験のその同志の同志は誰かというと、まあ、ちょっといろいろ途中で変わった経緯もあるんですけども、酒井雄斎大阿闍ですね、今平山にいらっしゃいます。でもその直系のところで僕はちょっと受け継いでるわけなんですけども、ただですね、その同志は何ていうか霊能者なんです。完全な霊能者。僕はその霊がいるとか宇宙人っていうのはね、僕は実体として見えないからいるという断言はしないです。でもそういうふうに考えた方が、まあ、都合がいいなと思うことは結構あるわけですね。でまあそれで霊能者が、同志がですね、僕にこう言ったわけですよ。なんか見たことがないお神さんがな、見えようんやなと、何やろなと思って、ただ見たことがないというのはですね、ちょっとその見えるんですけども未知の神様ではないわけですね。象に乗ってる、ライオンに乗ってるわけですね。ライオンに乗ってる仏様がいると、獅子ですね、ライオンに乗ってるのは何やったかなと、象に乗ってるのは何やったかなと。でライオンに乗ってるのが、これはお釈迦様を中央にすると釈迦三尊像というんですけども、お釈迦様で文殊菩薩がライオンに乗ってるわけですね。でこちらの、普賢菩薩、像に乗ってるわけです。そうやってあこれは普賢さんやったかな文殊さんやったかなと思って図鑑で見たら文殊菩薩で分かったらしいですね。で僕に伝えてくれました。で文殊菩薩の真言ね、オンガラハシャノっていうんですけども、それを唱えていると、まあ、そういう文殊菩薩のご加護に預かった仕事とか人生が開けるということですね、まあ、それは結構素直にやってるわけですよ。で滝行にどっぷりハマっちゃいまして、で同志の場合はですね、というか滝行を自分でやるためにはどうすればいいかというと、同志のもとに半年間ぐらいちゃんと修行して、で何かマクサマンダワードラゼンナマーガラシャワダサイダウンタカダカンマンっていうのは、ね、不動明神言なんですけども、それを3回唱えるときに最初に不動明神言がバッと降りてきて、で炎に自分をまとって、でこれ手刀を作るんですけども、そこで火の光がガー、火の剣がですねガーって伸びて、臨氷同社会社立在編というかですね、富士を切るわけです。その時に本当に滝の向こうの邪気がですね、払われてることを同志が確認して、よしじゃあ今から行に入っていいと言われるわけですね、まあ、それは僕は確認できないんですけども、同志がそういうわけですよ。でそうやって僕がやっていった中で、最初にやったのが21日間でした。
2005年の2月21日間滝行しました。まだサラリーマンでした。ご存知のように2月はめちゃくちゃ寒いです、はい、めちゃくちゃ寒いです。お肉とかお酒とかもダメですね、はい。ちょっと犠牲の話なんですけども、ちょっとエッチなこともダメなんです、はい。当時31歳でした。31歳で完全な金横ですね。まあそういうことに興味持ってから全く、味わったことない世界だったんですけども、まあ、それもちゃんとやったわけですね。で21日間ちゃんと満行したんですよ。でそういう時こういうことを言いました。当時が21日間の行をやったら、まあ、多分行に限らずと思いますよ。21日間何かをやったら何かが起こると何のこっちゃかもかもしれません。でもそれをどっか頭の片隅にちょっと置いといてと、21日間一つのことを続けたら何かが起こる、頭の片隅に置いといてくれって言われました。でその満行した日が確か僕は2月27日か8日ぐらいだったんですけども、誕生日だったんですね。僕2月27日が誕生日ですけども、それぐらいの時にやりました。でその滝行の満行して行が終わった、ちょうど翌日からですねとんでもない仕事がたくさん入ってきたわけですよ。つまりですね滝行してる時はどういう風な状況かというと、まあ、当時ですよサラリーマンだったんでもう夜中までずっとね、特に年度末が苦しい、業務だったんですね。その、まあ、お役所相手の仕事だったん で年度末は非常に過酷なわけですよ。だからもう2月3月はもうはっきり地獄なんですよね。だから、滝行できたのはまさに奇跡だったわけです。で夜中までずっとやるわけですよ。で3時4時までやって、そこからまだ一睡もせずに、滝行に行くわけです。そして終わったら佐賀県の山を越えて現場に向かって会議に出て、で昼ぐらいまでまだ睡もしないんだけども、あちょっと3時間ぐらい眠れるなと思って車の中でぐーっと寝るとですね、そういう生活を前にしたんですけども、それさえもできないような業務が押し寄せてきたわけですよ。その時に本当に眠れないんですよ。もうやんないといけないわけ業務をね。でやっているとですねこういう声が聞こえたんですね。その仕事がいいとか悪いとかじゃないんですよ。あこの仕事をやって誰が幸せになるのかなと思ったわけですね。僕は苦しい、そしてこの、制度の低い、ね、仕事をしてお役所さんもねクライアントさんも多分厳しいと。で僕はそもそもここに向いていないというのを分かっていた。で当時付き合ってた彼女ですね、今結婚してますけども、もうなんか非常に心配してる、親も心配してる、そんなこんなやってるですね、あ一つ出会いがあるわけですね。出会いは何かというと、なぜかその1億円ぐらい年間稼いでるっていうビジネスマンに出会ったんですね、ある人の紹介で。で今でこそですね僕の周りに1億円2億円稼いでる人いっぱいいます。普通に個人レベルで稼いでる人いっぱいいます。 YouTuber さんなんてもう5億6億稼いでますよね。僕の知り合いレベルで普通にいらっしゃるんですけども、当時サラリーマンで、1億円っていうのはすごかったわけですね。何がって言ったら、いろんな話をしたんですね。不動産をやってる、株をやってる、FX をやってる、で企業のコンサルに行きましたってね、だいたい1回1回行くだけで30万円もらえるんだと、俺の給料の倍じゃねえかみたいな感じですね。でそんな仕事があるんだって、いやそれはね、会社っていうのは経費っていうのがあるんですよと。で経費、月に30万なんてのは使わないともったいないんだよと。で使うことによって売上が何割か増しになるから、それはもう使わないともったいないと。わあそんな世界があるんだと思ったわけですね。で、その時にですね1億円のプレイヤーというのがこういうふうに言ったわけですよ。石田さんねと、ちょっと声入れがちょっと斉藤弘っぽくならないですけどね、石田さんね人生はね考え方で決まるからねと、思い込みだけだよと、はい、血筋とか遺伝とかね全く関係ないから、学歴もちろん関係ないよ、年も関係ないよ、性別も関係ない、年齢もちろん関係ないよ、何も関係ないんだよ、一つだけ関係があることすればそれはファクトというか思い込みなんだよと。自分がどういうふうに思い込むかによって変わるんだよなという、それだけしか人生を変えるのに大切なことはないんだと。でそれ以外例えば自分は男だから女だから年だから若いから、ね、例えばコーチングという仕事を、まあ、僕の周りにしてる人いますけども、はい、コーチングができない人の言い訳はこうです。まず、はい、30歳の方がコーチになりたいと思います。私はまだ30歳で若いからできないんですというわけですね、はい、じゃあ50歳の、これからコーチング学ぼうとしてるおじさんがこう言います。いや俺はもう年だからできないんですというわけですね。どういうふうにあったとしてもできない言い訳をしたわけですよ。でもできる人はちゃんとできるわけですね。若いからできるんだと、年だからできるんだ、男だからできるんだ、女だからできるんだと、というか俺がやりたいと思ってるからできるんだと、そういったアイデンティティ、そういった思い込みを持っているとですね人生がそのまま変わってしまうわけですよ。だから今日もうどんどん良くなるというふうに皆さん思ってるということを確認できましたんで、それ以外の言葉はゼロでしたんで、はい、皆さんはどんどん良くなるという思い込みの中であなたたちがやっている仕事、あらゆることが人を幸せにする、人を幸せにすることがひいては巡り巡って自分を幸せにする、もう延々幸せにしかならないループですからね。やばくないですか。もう不幸になれないんですよ。マジで諦めた方がいいということです。で、その1億円プレイヤーが言ったところを、僕は実践したんです。というか、証明してやろうと、
思って、いろんなスピリチュアルな、自己啓発とかですね、言葉の問題、考え方の問題、それを自分なりに探求して、で実証した中です。それでやってると結局この15年間くらいですけども、まあ一回も雇われずに済んでますし、収入も一応どんどん上がっています。で、その、ノウハウを全て書いたのはこれですと。はい、夢が叶うとき何が起こっているのかということですね。ここではですね、秘伝ノートで書きまして、僕のあるセオリーに従って書くと、夢が叶ってしまうっていう、話なんですね。ただしこれは100日です。はい、21日とか42日、非常に大切なんですけども、まあ一応100日というね、100日間ずっと何か書いているとですね、夢が叶ってしまうという話です。それを非常にロジカルに論理的に書いて、いるわけなんですね。ただですね、書いてるだけだったら、書いてるだけでいいんですかって、確かに書いてるだけでいいんですよ。いいんだけども、人間は行動の星というふうに斉藤一さんも言っているんですね。ただ書いてぼーっとしているよりは、もう一つ何か加えた方がいい。それ何かあったら行動ということですね。はい、行動なんです。ちなみに僕はこの本の言葉の中の本でですね、人生を変える三種の神器という話をしています。それは何かというと、旅です。で、本です。で、人と会うことです。人、旅、本というふうに言ってます。はい、それが人生を変える最終の真理なんですね。で、僕はその3つを通して僕は行動というふうに名付けています。はい、ですので書いてるだけとかぼーっとしてイメージングしている、瞑想している、アファーメーションしているだけだったら人生が変わるかもしれないけども、そのエネルギーはまだ極めて限定的でとしか言えない。だけどそれに対して少しドライブをかける、もっと、ね、そのエネルギーを高めていくためにはですね、人生を変える三種の神器、それはつまり行動の三種の神器ですね。もう一回言います。人と会うことです。はい、今日皆さん人と会いに来ています。いいですね。はい、旅ね、遠方から来ている方もいらっしゃるかもしれない、ね、移動距離イコール収入であるというですね、そういったあの事実もどうやらあるらしいんですけども、まあ、これから旅をいっぱいしていく方がいいと思います。で、もう一つ肝心なのが本ですね。はい、こう本いっぱいありますよね。はい、いいですね。まあ、こういう本に限らずですね、本を僕が読むことによってやっぱり自分もブラッシュアップできたし、いろんな可能性に気づけたってことがありますので、本をしっかり読むことですね。この本、旅、人、これを三種の神器を通して僕は行動というふうに定義しています。で、その行動をドライブさせる本が実はこの運がいい時に何が起こっているのかって話です。はい、運がいいことの、これは原理原則を言います。運がいいと確率論ではありません。結果論です。どういう話かというと、はい、例えば10発の弾を持っています。縁日かどっかで射撃をやるんですね。はい、当てたいです。10発の弾を持っています。10発中、そうですね、まあ、2発か3発か4発かですね。まあ、ある意味確率論ですよね。例えば10発やりました、それで1発当てることができました。そしたら 10% ですね。はい、10% が運がいいか悪かったらそれはまあ分かりませんけども、でも0よりはいいですし、でも10発あって8割ね、8発、8回当たったらそれは運がいいというかもしれない。でも僕が言ってるこの本はですね、違うんです。はい、それは我々は弾は10発で限らないわけです。弾は無限に持ってるわけです。はい、10発しかなかったら最大でも10発です。はい、で、自分で制限する必要ありません。私の弾は10発というふうに制限する必要ありません。そのことをもってですね、私は運悪いとかね、いいとかいうふうに考えてはいけないわけですね。私のその運というのが 10% だ 50% だっていうことはないんです。つまり確率論で言うんじゃなくて、僕は結果論だけで言います。つまり我々は無限に弾を持ってるから、10発でも20発でも50発でも100発でも撃ち続ければいいんですよ。そしたらね、10発しか弾を持ってなくて、それで確率論で計算してる人よりはですね、20発打てばいいんですよ。で、下手したら20発いけるかもしれない。その半分の10発かもしれない。でも、10発しか弾を持ってない人よりは、はるかにね、その可能性が起こってるわけです。で、100発、200発どんどん打っていけばいいわけです。で、結果そうどうなるかったら、最終的に、ああ、なんかすごい収入上がってるとか、すごい人生ドライブしたいね、加速したいねっていう、そんな状況になるわけですね。ですので、この本はですね、行動する、行動をどん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 増やすところなんですよ。やっぱり地球というのは行動の星なんですね。瞑想してるのもいいかもしれないね、信号を唱えるのもいいかもしれない、お経を唱えるね、神社参拝するのもいいかもしれない。でも具体的な行動を通してですね、自分の弾をどん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 打っていくってことですね。で、打てば打つほど確率も上がります。なぜなら上手になるから。でも10発しなかったら10回しかチャンスないです。でも安心してください。はい、我々はですね、無限になります。というわけで、今日はですね、その一発目を皆さんやってます。本と旅と人ですね、これやってます。だからこれをどん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 繰り返していくと開運どん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 間違いありません。その上でですね、まあね、神社参拝、素晴らしいですね、旅をする、人とね、その関わり合う、それを繰り返していくと、この2020年というのはもうあなたたちが、ね、皆さんがですね、もう人を幸せにする幅がどん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 広がっていくわけですよ。もう一回言います。はい、もう幸せにしかならない。はい、幸せ以外の選択肢がなくなりました。残念ながらもう皆さんは不幸にはなれないというですね、もう選択肢を狭められてしまいました。ね、残念ながら。
残念でもないかもちろんね。もう諦めてくださいって話ですね。はい、ということでですね、あと何分ぐらいですか。10分ぐらいなんですけど、はい、あの近所にとかでそうですか、わかりました。じゃあそれぐらいの感じでいきますね。はい、まあ一応本をね、ざーっと紹介今してる状況ですね。興味があったらぜひ読んでいただきたいなと思います。これは、行動をね、加速するための本なんです。ただ僕はこの行動の中でいろんな小ネタを仕組んでいます。例えばですね、100万円入る方法があるわけです。100万円入る方法があるんです。それは何かというとですね、密教的な真空を作った、真空とですね、体と口と意識なんですけども、これを現代的用法で表すとですね、真というのはね、あ、ちなみにだけども、弘法大師空海がですね、真空という意味でやってるのはですね、脳を開けちゃなばや音が決まりボリューソーかとかですね、まず真言ね、でこういう脳がさまんだばあせんだばうんたらかんばんという不動明真言で陰を唱えて、これは真ですね。で今真言唱えました、マントラ唱えました、これが空ですよね。で意というのはその不動明の不動明に意識を向けるってですね。で意識と、口と陰ですね、これが三位一体化すると不動明と一体化して、そして悟りが開けるという、そういった教えなわけですね、真言密教の場合は。ただこれ現代的用法であるとですね、別に我々は密教徒というね、修行をして行者になるつもりはありません。行者、誰もが行者になるね、必要はありませんので、現代的用法に翻訳するとですね、まず、真が行動ですね、いいですね。で空が言葉ですね、言葉、行動言葉ですね。で意が、意識ですね、意識を高めるということですね。これ三位一体なんです、この3冊ですね。でさらに僕はですね、発展させました。体はですね、実は、一番なんか底力になるのが腹ですね。腹、体が芯が腹、そして空が声です。で意がですね、目線です。はい、目線。で僕は目と喉と声と腹、この三位一体を活性化するとですね、願いが叶うっていう理屈を書いてます。例えばですね、私は100万円手に入りましたというよりはですね、私は100万円手に入りましたと言った方が、同じ喋りのトーンなんだけども、目を見開いた方が、ひんむいた方が、エネルギーが高まりやすいところです。私は YouTuber です、俺は YouTuber です、私は YouTuber です、私は YouTuber です。どっちの方がエネルギーを感じるかということですね。その時腹もちゃんとね、力を入れてエネルギーを集中させるということです。そんな感じですね、まあ、いろんなコネタを挟んでますんで、まあ、もしよかったら読んでいただきたいと思います。ただ僕はですね、今一番お勧めしたいのは、この本なわけなんです。はい、この本がですね、できた背景は実は10年前にですね、出版したいなと思ったんですね、2008年に。その時に出版を、している、ある先輩と出会ったわけです。当時もいろいろ本を書いている方でした。その方がですね、当時中継出版というのがあったんですけども、そこの編集者さんを紹介してくれたわけですね。で一応進めていったわけです。で中継出版はですね、小林正観さんという方がですね、商業出版で出た初めての出版社なんですね。で中継出版は今来てるんだなと、スピリチュアル来てるんだなということで僕がちょっと推薦されたんですけども、その時企画落ちてしまったわけですね。で紆余曲折ってこういう本が出した最後にですね、10年経ちました。で同じ編集者さんが中継出版から角川に行きまして、これが出たわけですね。であるパーティーで知り合って、ああ久さん久しぶりですね、今度お茶でもしましょうよという時に、いろいろ話したわけです。で東京のですね、飯田橋っていうところにあるカフェがあるわけですね。その時にどんな本書こうかなっていう話をしている時に、突然僕の目の前にお地蔵さんが出てきたわけです。お地蔵さんが、お地蔵さんはご存知と思うんですけども、いろんなテーマ、いろんな役割があるわけですね。でも身近なお地蔵さんはよだれかけをして、で帽子をかぶったり、あれ何を知るかというと、お地蔵さんの役目はですね、水子だったり、小さく、ね、幼くして亡くなった子供を供養するという話なわけですね。ですので、例えば昔はですね、乳幼児死亡率が非常に高かった、たくさん産むんだけども、すぐなんとか通わかったわけですよ。だから1日経って、そして100日経ったらわーっとお祝いする、で1年経ったらわーっとお祝いする、で3年経って5年経って7年経ったら七五三という形でお祝いするわけですね。当時はそれほどですね、乳幼児死亡率、子供が亡くなる数が多かったんですよ、リスクが高かったわけですね。でその人たちを守るのがお地蔵さんなんですね。でその水子だったり、その若くしてなんか小さくして亡くなった子供ですね、三途の川を渡って本当はですね、成仏するはずなんです。だけども親よりも早く死んだっていうですね、いわゆるその罪をあるわけですよ、罰があるわけです。そのためどうすればいいかというと、三途の川の前にですね、西の河原というね、あるわけですね、河原があるわけです。そこでね、石を積み上げるんです。石を積み上げて、ちゃんと石を積み上げる修行ができたらね、六文銭をもらって三途の川を渡って成仏できるって話になるわけだけども、ただそこにですね、鬼がやってくるわけですよ。鬼がね、で鬼が棍棒を持ってその石をグーンってぶっ壊すわけです。そしてまた最初から入れ直しだってなるんだけども、その鬼を退治してくれと言って、お父さんお母さんですね、おじいちゃんおばあちゃんは、お地蔵さんに願いを託すわけですよ。
でうちの、ね、子供がまだ成仏できないでいる人、どうか助けてくださいって言って六門を置いてです、ね、六門線のこの三途の川を渡る船賃なんだけども、六門線を置いてヨデレカをかけてお菓子をお供えして、それで、ね、音楽神様もあやさわかという信号を唱えるか分かりませんけども、お地蔵さんにお祈りするわけですね。ただですね、今は現代的文脈でいうと乳幼児死亡率が極めて下がります。はい、これはファクトです。はい、極めて下がっています。そしたらどうなったかというとさ、僕の前に出てきたお地蔵さんが俺は暇だと言ったわけですね。しかしながら実は暇では何でもないわけです。何かというとですね、それは子供に限らずですよ、大人になった今もですね、自分で自分を殺してしまっている人が多い。自分で自分を殺すってどういう意味かというと、俺には価値がない、私には価値がないんだと、私は成功なんかできないんだと、私は幸せにはなれないんだ、幸せな結婚なんかできない、私はお金持ちになれないんだと、自分で自分の価値を、制限してしまって、自分で自分を不幸にして、そういう思い込みを持っている人がいると、そういう人たちがですね、努力という、行動という努力というですね、意思をどんどん積み上げていくわけですよ。一応人間ですんで、ね、目標あります。幸せな結婚したい、ね、起業して成功したい、営業成績を上げたい、いろんな目標、願望があると思うんですけども、そうやって、それに願望を達するためにですね、こんだけ意思を積み上げないといけないわけですよ。一個一個努力するわけですね。でも多くの人はですね、直前かもしくはその半ばですね、バーってなぎ倒す存在があるわけですよ。はい、そこまで行かずに、何回も何回も繰り返すわけです。で、その鬼ってどこに行くかったら、自分自身の中にいるわけです。自分自身の中にいるわけなんです。はい、その鬼を退治するためにお地蔵さんという存在を再び登場させたわけなんですね。で、この本はどういう話かというと、まさに七人の神様、最初は稲荷大明神というのが出てきます。五穀豊穣とか、豊かさを体現するわけですけども、でも稲荷大明神はですね、京都の伏見にいらっしゃる稲荷大明神は さすがにもちろん博識の高い方ですけども、その辺の祠にいる稲荷さんはですね、ちょっといたずらっ子も多いんですよね。つまり人間の欲望を、過度まで肥大化させて、ガーッて 欲望、仮想通貨とか宝くじとかですね、欲望を肥大化させてですね、そうやって、欲だらけにして最後ガーンって突き落として、そのガーンって突き落とされてエネルギーをチューチュー吸って生きてるっていう、まあ、その下級霊というのがいるらしいんですね。動物霊というのですね、まあ、それは稲荷大明神と直接関係あるかどうか、ね、人それぞれなんですけども、まあ、そういうことがあると。ただし欲望が大事なんです。貪欲に行きたいと、どんどん良くなる、貪欲に行きたいということですね。貪欲にまずは、稲荷大明神と向き合います。その次に、まあお地蔵さんが出てきて、で不動明王が出てきて、観音様が出てきて、文殊菩薩が出てきて、弥勒菩薩が出てきて、最後に大日如来が出てくるわけです。それで実はですね、7つの、これはブレーキ、制限をここで課しているわけだけども、ここで最後に一つだけですね、皆さんに究極の話をして、ここで終わらせたいと思うんですけども、実はですね、先ほど乳幼児死亡率がまだ高い時代にですね、自分のよりも子供を先に死ぬって、多分これ以上に悲しいことはない。僕も子供さんに言います。これ以上に、恐らくこの世の中ですね、何が悲しいかというと、はい、もうそれ以上もう口にするのも嫌なんですね。それぐらい悲しいことはないんですね。はい、でそこで僕は聞いたんです。これちなみになんだけども、これ怪しいと思ってもらっても構いませんが、ガチでチャネリングしてましたからね。書きながら実際にお地蔵さんがグワッ、だから別にその霊能者でも何でもないんですけども、書いてる時っていうのは完全にチャネリングなんですよ。これは誰もがそうです。作曲家であり、作詞家であり、作家であり、小説家、ビジネス書、もちろん博士さんもそうです。書いてる時は完全に宇宙とつながって書いてるわけです。で、僕の場合は具体的な仏様、神様の名前が出てきましたんで、お地蔵様が出てきたんですね。その時に理不尽じゃないかと聞いたわけです。なんでだと、順番っちゅうものがあるだろうと、先に自分より後に生まれた人が亡くなる、先に亡くなるってこれめちゃくちゃ理不尽じゃないかと、なんでそんな理不尽なことを宇宙は神様はするんだよと、おかしくねえかと僕はつっくってかかったわけです。お地蔵さんは何て言ったかというと、僕はまだ菩薩なんだと、地蔵菩薩、仏様には位があるわけです。一番上に如来です。で次は菩薩です。菩薩は菩薩行といって、人におせっかいをかけながらですね、文殊菩薩は知恵を授けます、国風蔵菩薩は知識を授けます、観音様は絶対的に人々を救済しますね。そうやってですね、菩薩は菩薩行といってですね、まだ修行の身なんですよ。で菩薩で弥勒菩薩は56年先にいるんだけども、向こうでそのちゃんと説法をしてね、菩薩行をしてるわけですよ。でそれが全部満行をした時に如来になるわけです。でも地蔵菩薩が地蔵菩薩であるという段階においては、まだ菩薩なんです。だから僕には分かんないんだと。ただし如来になれば分かるかもしれないと、そうか、如来になれば分かるんだと、じゃあ今いる如来に来ればいいわけだと。で地蔵菩薩があって、不動明王もちろん分かんないね、文殊菩薩も分からない、で弥勒菩薩も分からなかった。最後7人目の神様がね、大日如来なんです。大日如来、はい、大日如来ですね、もう宇宙の根源です。はい、
古事記でいうと雨の実の神主様と同義ですよね。宇宙の根源第一如来が密教の最高神であり、もう最高のこれ以上の神様はないんです。で、僕は第一如来に出会ったんです、この本を通して。で、いろいろやり取りがありました。で、ふと、あ、そうだと、子供の話があった、子供の話があったと。なんで親よりも先に死ぬ子供がいるんだと。お地蔵さんに聞いてもわかんねえ、お地蔵さんは如来に聞けばわかるかもしれないと言った。で、如来の中でも釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来、いっぱいいる中の第一如来は最高の宇宙の根源と全て知ってるんだと。よし、これだと聞いてみたわけです。このお地蔵さんに託された子供が先に死ぬという理由をね、教えてくれと。俺の目の前第一如来来たんです、リアルに。僕はその時に本当にチャネリングしましたんで、もう予想だにしない答えを聞いて、僕はそこで悟りを開きました。はい、何かというとですね、まずそうじゃないというね、答えがありますとですね、よくありがちが、子供はです、その子供、先に死んだ子供は前世で悪いことをしたからかと。ふざけんじゃねえと、ふざけんじゃねえ、まあそういうふうに言う人も結構いるかもしれない。その子はあまりにもいい子だから、天国のな神様が欲しい欲しいって言っとったんじゃと。ふざけんじゃないと。この2つがですね、大体まあ先に死ぬ理不尽を説明するためのなんとなく方便だったりするわけですね。で、いろいろ言うんだけども、僕は大事ないからですね、もう究極のこれ以上にない答えを聞いてしまったわけです。大事ないよと。なんで子供が先に死ぬんだと。なんでそんな悲しい、これ以上にないような悲しいことが世の中存在するんだ。理不尽じゃないかと。お前ら神だろ、お前ら宇宙だろと。そんな悲しいことを俺たちに突きつけてさ、何してんだよって言ったんですね。なんで先に死ぬんだよって言ったらさ、大変してこう言ったんですね。知らねえよと。知るか、そんなことと。宇宙の根源なのに、知らねえものは知らねえんだよ、なんでみんな俺に期待するんだよと。俺は今この瞬間やりたいことやってるだけなんだと。お坊さんっていうとですね、糞蔵衛って言って黄緑色の服を着るシーンだと思います。あれは糞蔵衛、糞がうんこのことです。つまりですね、その辺の埃とかですね、糞尿を拭き取った布を貼り合わせて着て作ったのは糞蔵衛です。ただ今はですね、なんか豪華なね衣装になってますけれども、黄土色黄色のはその理由があるわけですね。だけどまあそういう感じでですね、お坊さんと仏教のお坊さんってなんか質素なイメージあるかもしれない。しかし第二次代すごいですよ。黄金ペーンって王冠やってもギラギラなんですよ。俺はやりたいことやってんだよ。黄金めっちゃ好きだから、王冠めっちゃ好きだから、俺やりたいことやってるだけ。今この瞬間を不利に楽しむことが今の俺のことなんだよね。人が死ぬとか誰が先に死ぬなんてことは、それは現象であってですよ、分からないんだと。で、全てのことを知ってる第一者が分からないっていうことほど説得力のある納得の理由がなかったですよ。つまり俺は分かんなくていいんだと、ああだこうだと分かんなくていいんだと。そんな理屈がね、 なんかその原理原則とかそういうことを食ってかかって言うよりもですね、そんなことは分かんないと。少なくともじゃあ今悲しかったらちゃんと涙を流して悲しみ乗り越えようと、腹が立つことがあったら怒れとね。で、そうやって自分が今感情とかに素直になってやって、そして本当にやりたいことをやればいいんだと。昔この好きな話なんだけども、臨済宗の白隠禅師のですね、お弟子さんがいらっしゃるわけです。お札婆さんというね、もう一番弟子ぐらいなんですね。悟りを開いてるわけですよ。白隠禅師のもとで悟りを開いてるわけです。そのお札婆さんの孫娘が亡くなったわけですね。死んじゃったわけです。その時にですね、お札婆さんは孫娘の、遺体で棺桶でしがみついておいおいと泣いたわけですよ。うわー泣いたわけですね。その時に、弟弟子か姉弟子かですね、お札婆さんよと、そんなに泣いては禅の悟りも台無しではないかと言ったんですよね。お札婆さんなんて言ったか、孫が死んで泣かない禅ならやめなさいと言ったんですね。孫が悲しい時に涙を流すのが人間にとって一番自然なんだと、素直なんだと。ここの涙は真珠の涙をわしは流してるんじゃと、素直に生きれる、それが人間にとって大切であり、それが悟りなんだということなんですね。スピリチュアルでは泣いてはいけないとか怒ってはいけない、恐れてはいけない、感情に嘘をつく必要ないんです。感情に素直になり、そして欲望ね、自分がこうありたいんだという欲望に素直になって、じゃあ金欲しい、結婚したいね、幸せになりたい、それにちゃんと向かっていってちゃんと行動して人々を幸せにして、皆さんが今思ってるどんどん良くなるっていうベースでですよ、生きていけば、もうそれ以上に
することはない。もうわからないんだよ理由は。ただ一つだけわかることは、今この瞬間を素直に生きていく、それだけで俺たちはもう救われてるし、それが唯一の使命だということです。ありがとうございました。